ということで、まあ、あと15分で試合が開始されるということで、一応ですね、ウルトラの方も、もう一つだけ PV を用意しております。一応ですね、これ、あれ、本番、あれ、あの、あれだ、練習なしで、一発でいきますんで、一発でいきます。これ失敗するかどうかは、ちょっとこの、俺のこのマイクによるんですが、俺のこの即興で行く、ウルトラスの、スターティングイレブン発表、行きたいと思います。ペカ、チャンピオンズリーグ、ウルトラスの選手の発表です。ゴールキーパー背番号1ハウスペカルンジャパン。ディフェンダー背番号4プレッシャーカラー。ディフェンダー背番号3タカシャンミシャザー本人の希望による。ディフェンダー背番号2そうフルチンライダーから。ミッドフィルダー背番号12あディフェンダーマッチ A イナズマイレブン。ミッドフィルダー背番号10ワイズエースポートベリー。ミッドフィルダー背番号14ナーティーエースポートベリー。ミッドフィルダー背番号8カモンでも今日いない卵クラー。ミッドフィルダー背番号22ショートモペカルンジャパン。背番号7フォワード翼ペカルンジャパン。背番号39フォワードドラゴンカラー。監督は健作心。ウルトラの選手を発表いたしました。皆さん盛大な拍手でお迎えください。そして今日のマッチコミッショナーはカカシ・ザ・オープン。という感じの即興の、選手発表をやってみたんですけど、どうだったでしょうか。今までこういうパターンなかったんで、ちょっとね、面白くやってみたいなと思って、作ってみました。